いうことで今日はですねこれですね、じゃーんと冷静革命岸田喜山さん性エネルギーセックスエネルギーや性エネルギーの秘密ということで、大変私は期待してこの本を買いましたということで、まあこれはスピリチュアル興味のない方はもうここで停止ボタンなんですけども、私の場合はスピリチュアルもやってますので興味ある方はまあお付き合いください。でですね、この本はですね多摩出版というところが出てます。2000年ですので今から20年前、私は買ったのは17年か8年前だと思います。私この手の本が出ると大抵買うんで、いつもまあそれ仮にねなんかもう無駄になってしまってもとりあえず1回はチェックしてみると、買って読んでみるということを当時やってましたので、岸田喜山さん著者プロフィール、1953年愛知県に生まれる。愛知県の高校を卒業して以来職業を転々として自分の人生に悲観的になり、怖かったですね、というふうにね、人生とは何かと悩むようになる。まあ青年時代そうですよ、私も自分で悩みましたけどね、生きる意味あるのかとかね、生とは何ぞやとか。31歳の時多摩出版の瞑想の道しるべを読んで宗教心に目覚め瞑想をするようになると。なるほど。それ以来江戸川ケーシーに関心を持つ。ケーシーというのはリーディングといって、こう寝てね、こう寝てその人に必要な薬とかこう治療方法みたいなのを教えるという、まあそういう治療師みたいなことをやってたかしらですよね。有名な方ですよ、アメリカで。古代キリスト教、古代仏教に関する書を読み、古代宗教にも関心を持つようになり、計3回の山ごもりをして目に見えない体のエネルギーの働きを感じるようになり、瞑想の理論の確立に至ると。現在手のひらから出る宇宙エネルギーを使ってボランティアで、別にお金を一切取らずにボランティアで気候療法を行っていると。素晴らしい人ですね、お金取ってないから。そして人の脳天、ここですね、この100円とか脳天、眉間、この目と目の間ね、眉間に宇宙エネルギーを放射すると脳下垂体からベータエンドルフィンが分泌されることに注目し、がんやパーキンソン氏病の免疫療法として気候療法を人に勧めながら研究しているということで、まあ、これ、メールアドレスも書いてあります。これは初版本を私買いましたね。でですね、この方のですね、私読んだんですけど、これは2回ぐらい読んだかな。もうかなりこう読み込みっていうかね、新品じゃないですけどこの本はね、そういう点では前書きとしてですね、本書はアメリカの預言者エドガー・ケーシーのリーディング、霊的世界から読み取りの回答から、建設的な思いと感情が心身の癒しのホルモンを分泌すると。建設的な思いと感情が心身に癒しのホルモンを分泌する。ね。そして日々の瞑想が建設的であれば、人と神、人とあらゆる創造物との間に有益な働きをすると。これらのことを実践することによって人は心身霊を清め、霊的成長をして、マイナス思考である否定的感情が働く余地がなくなってくるということを書いたんですと。そういう本ですよと言ってます、これは。で、人間の体には誰でも精神と関係する目に見えないエネルギーの働きがあり、そのエネルギーは下腹部の陰部から性エネルギーとして背中を通って脳天に至っていますということです。
人が精神安定を継続することによって性エネルギーは大量に上昇して、途中副腎霊中枢機構では太陽神経層で性エネルギーはきれいなエネルギーに変換され、このエネルギーは消化霊中枢を通り脳天から抜けると宇宙エネルギーと合一し、まあ、一体になるということです。その宇宙エネルギーは脳天から体に入り、脳下垂体霊中枢を浄化し覚醒し、生命の泉とか若返りの泉が流れ、脳下垂体からは癒しのホルモンを分泌し、心身は癒されプラス思考となっていくのです。その逆もありますよというふうに考えます。ストレス、怒り、恐怖、不安、悩みなどに蝕まれるとき、性エネルギーは汚れたものとなり、副腎霊中枢のエネルギー変換率が悪くなり、汚れた性エネルギーは消化体霊中枢を取ることなく大脳にこもりやすくなり、異常興奮、神経過敏という状態になってマイナス思考になります。いうことで、まあ、これヨガの方ね、に書いてある、よく書いてある、まあ、普通 のダイエットヨガとかね、ビューティーヨガとか、まあ、あんまりあんなには書いてないですけど、普通 の真面目なナースさんが書いたようなヨガの本とか、ナース正春先生の本とかね、それから、まあ、佐穂田先生の本とか本山博先生の本とかを読むと、まあ、こう今ではみんなよく知ってるんですけど、当時私が30年前にそのことを知った時には お届けだったんですけど、30年前に初めていろんなヨガ の根本経典みたいなのを買ってきて読んだ時に書いてあったんで、そのいろんなヨガの方をね、わざわざ大阪とか東京まで行って買ってきたんですけど、でかいでかい本屋で精神世界コーナー行って、ヨガ関係の本、気候関係の本とか、あるいは禅関係の本で、その時に分かったのは、まあ、7つのチャクラというエネルギーが出入りする中枢がある。それは体の中の、例えばこの喉のね、甲状腺とかこの胸腺とか、いろいろ太陽神経層のとことかね、いろいろあって対応してないとこもあるんだけど、体っていうものが肉体の部分と、それから、エーテル体の部分、この1個細かい部分と、それからアストラ体の部分、霊界で生きるための体の部分と、あとコーザル体といって、まあ、魂の世界の部分というふうに、何重にもね分かれているということなんですよ。分かれていまして、ちょっと分かれていまして、分かれていまして、でそこでですね、こうなんていうかな、エネルギーが出入りしているということなんですね。で、まあエネルギーの世界、この体の世界では多少は分かりやすい。こうやってやるとここがあったかいとか、でここの間がジンジンするよとかって分かりやすいんですけど、1個2個もアストラの世界の状態っていうのは、なかなかその統一行というか瞑想をやらないとなかなかはっきり出てこないんですよね。人間っていうのは感知できない、こういうものがあってもわからない、こうエネルギーが変化していてもわからない。それが瞑想をやって心が静まって、ここの体を忘れてしまって、その次の体、次の体っていうふうにこうわかるようになっていくと、今こういうエネルギーがこういうふうに入ってきたと、ここを通ってここから抜けたのか、こう下から上がってきてここから抜けたのか、ね、あるいは眉間から出たとかっていうことがわかるようになる。分かるようになると意識できて体感でつかめるようになるとコントロールできるということなんですよね。うん、で私はまだそこまで言ってないですけど、私は今自分はまあ亀の歩みのようにね、非常に遅い進みをしているので、まあ、30年かかってやっと自分のオーラが見えるようになったという感じですけど、手をかざすとこういうふうにね、こうオーラが見えて、でこうここから出るっていうふうに一応意識すると、やっぱこういうふうになって白いのがスーッと出てるんですよ。ただもうこれぐらい10センチぐらいすると、55センチぐらいすると見えなくなってしまうのかな。でつい
つい3日ぐらい前かな、あの昼中だしで、ね、朝の6時ぐらいにトイレ入った時に、あのトイレであの、まあ、座ったらこういう風に煙みたいな感じになって、自分の周りここからこう出てるんですよ。煙みたいなのがすごい勢いでこうそれが見えて、でまああの手からも出てるんで、こうすごい出てるんですね。自分のとこから5センチか10センチぐらいのところからわーっとこう煙が出てるような感じで、もう外に向かってこう、うん、そんな感じで見えました、うん、まあそれはたまに見えます、うん、あのね、霊的なものは今のところわからないんですけど、あの人の視線をすごく感じて、なんかこう心に感じるんですよね。あ、今誰かが自分見てる、ピーンと来て振り返るとやっぱり見てるんですよ。でやっぱり自分がある人を見てると感動するという人は必ず振り返るんですよね、うん、それからまああの都会行った時にね、自分の周りに人がいた時、周りに人がいる時はなんとなくこうどいてほしいっていう念を出しながら行くと、まあ、こう人がだん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 こうどいたりとか、あそれはそうでやらないとあのこうぶつかって危なかったりなんかして、ある程度その今はそんな段階ですよ。まだまだ大したことないです。まあはっきり言えば、まあどうだろう、幼稚園の年中さんからやっと年長さん行ったみたいな感じ。まだまだ大学院ね、博士課程みたいなすごい遠い段階があるので、まだこれからですけど、まあ、そんな感じです。30年やってだいたいそんなもんですね。うん、でこの方の言うことはかなりね、この方はね、あの山にこもってね修行3回やったんですよ。でこのどういう修行したかというと、車で山行って、で林道入ってて人がいないところで車の中で生活して、その車の中で瞑想するということなんです。何がいいかというと、車の中というのはあの私一番いいのは座席倒せるってことですよ。こうやってるとなかなかこうフッとなって、危ないってなって、昨日は私あの瞑想してたらこうフッと来るとこう目の前にこう机のヘリが来るんですよね。ワッとなってこの辺でもうワッと目が覚めることが2、3回あって、これ危ないなと思って、こうといって地べたに座っててもなんかこう体がしんどいし、なんかこうやっぱりこうフッとなってこう寝落ちしちゃうんですよね。そういうのが、まあ、寝落ちはするかもしれないけど、すごい寝落ちすることが少なくなってしまう。車の場合はリクライニングシートである程度、例えば15度ぐらい傾斜つけてやってれば背中をまっすぐしてるし、こうなんていうか顎もやっぱりある程度引けてるような感じでこうやってやれば結構30分から1時間は楽にできるような感じがします。から周りにね人の声がしないと、遮るものもない、空気はいい、ね、非常にいいところでこの方は、まあ、あの目覚めがあったということで、うん、まあ、おそらくクンダリーニというこの尾てい骨のエネルギーがザーッと上がってきて、ここのねサハスラーラのチャクラからこう抜けて、まあおそらくこう宇宙で出てったんでしょう、きっと。ここが抜けないと結構厳しいことになるので、やっぱりいきなりそのまああの性エネルギー、クンダリーニエネルギーを脊柱へ入れて出すということは大変危険だと思うんですよ、自分は。やっぱり私やったことないんですけど、それで、やっぱりなんとかな、ある程度このチャクラが開発されてから自然に上がってくるならいいですけど、まあ、それを目指してやるというのは何か超能力みたいなのを求めて、それは邪道であるし、あの危険なことだと思います、私は、うん、それが失敗して結構病院に入っている人が見えるというようなことも他の本で読んだことがあるので、うん、で幻覚とか幻聴とかそういうのが見えてくるともう手に負えない。それはもう精神的な病気なのか、それともこういう霊的な修行をして失敗したのかっていうことが分からなくなってしまうレベルになってしまうんで、まあ、それは私はお勧めはしませんけど、まあゆっくりのんびりと、本当1日1ミリぐらい進んでいけばいいと私は思ってます、自分自身がね、うん、まあ皆さんは別として、うん、
それで結局ただし山の中でその目覚めるっていうことは、まあヒマラヤとかね、インドの聖者がそうやってやってることが多いんですけど、一つだけやっぱりちょっと怖い部分があって、なぜかというと、山の中でできてもこっちへ帰ってきて社会生活をする、例えばまた就職してね、そこで上司がいて、あるいは人のやっかみとか妬みとかっていうのがあったりとか、あるいは厳しい状態で長時間低賃金労働なされるとかってことがあると、また消えちゃうんですよ、だからやっぱりその山の中で目覚めたら、それを持ったまんまこの巷に来てね、この人が生活しているところに来て、そしてそこでまああまりハードな職業にもつかずに、まあ、実は金をしっかりと持ってるのが一番いいんですけど、まあ自分のなるべくやりたいような範囲でやりたいペースでね、そうやって行を積んで、で人間関係を良くして、あるいは人間関係がいいような職場をね選べるような立場、まあ、自営業でもいいですし、いう感じで行くのがよかろうと思います。やっぱりこと巷食うとね、まあ、変な情報もいっぱいあるし、まあ、コロナなんか今流行ってるし、まあね、日本は少ないからいいんですけど、まだ感じですけど、まあでも世界的には大変なことになっちゃってるし、それからまあその前のね、いろんなね、こう経済が下がったの上がったのとか、それからいろんなことがやっぱりあるんで、人間関係も煩わしい部分もあったりなんかして、でやっぱりそう山で修行して得たその霊性というかね、霊のその高い高い境地をこのチリアクタのこの社会でね帰ってきてやれるかって言ったら結構難しい部分があるんですよ。で一流の人はやってますよ、それは。山で修行してできてきてね、一般ピープルは難しいので、山の中でやっぱり生活が一生できればいいんですけど、そんなわけいかないもんでね、と思いますけど、とにかくまあこの本はですね、大変なんかね、本当にやった人の本ですよ。その何か本を読んでそれをまとめた本じゃなくって、本当に修行をやった人の本、その本音が書いてあるので、私もいっぺんね、この今日からまた3回目を読むつもりで、まあ、これをやってまた2回読んだんで3回目に入ると思いますけど、もう手放せない本になりました、この本は。まあ皆さんもね、もしよかったらね、これ1300円プラス税金ですのでね、まあこの100倍は価値あります、分かる人には。おそらくもうまあ100歩譲っても10倍ぐらいの価値はあると思いますよ、この本はね。ではね、皆さん次回またお会いしましょう。